今回は隠れて不思議かくれんぼメガネを紹介します。それじゃあまみ先生と一緒にみんなも作ってみましょう。はーい。今回お絵かき工作定期便でお届けしたのは赤と青のフィルム。これは照明とかにも使うちょっと特別なフィルムだよ。そしてメガネ用の画用紙、絵を描くための画用紙、カラリックス、テールグリーンとオレンジがそれぞれ1本ずつ、両面テープ。お家で用意してもらうのはハサミです。それじゃあまずは実験をしてみましょう。教材の中に入っているオレンジとペールグリーンでお絵かきをしてみてね。赤いフィルムをかぶせてみると、青いフィルムをかぶせてみると、あれあれ不思議だね。それぞれ線が見えなくなりました。それじゃあこれを使ってお友達をびっくりさせちゃうメガネの作り方を紹介します。まずは画用紙を半分に折ってフィルムをくっつける部分を切り取ります。このフィルム、裏と表に透明のシートがついているので、これを外してから始めましょう。まず、フィルムはどれくらいの大きさかな？フィルムの大きさにはまるぐらいのサイズで形を書き出します。形をくり抜くのはハサミを使って上手に。でもこの作業はとても難しいので、お家の人に手伝ってもらってももちろん OK です。裏と表同じ大きさになるように重ねて切り取りましょう。マミ先生は大人だからとっても上手に切れてるね。上手に形が切れたら、今度は中にフィルムを貼っていきます。見えない部分に両面テープを貼って、しっかり留めていきましょう。赤と青どちらのフィルムも貼ることができれば、今度は画用紙をくっつけます。画用紙の端っこに両面テープをくっつけてぴったり貼っていきましょう。この作業も難しければ、お家の人に手伝ってもらって、みんなで力を合わせて完成させましょう。さあ、これでメガネの形が完成しました。このままじゃちょっと可愛くないので、メガネの周りを自由に彩ってみましょう。ここはみんなのアイデアの見せどころだね。ぐるぐるが気になってもいいし、まみ先生みたいにいっぱい模様を描いてもいいし、いろんな工夫をしてみてね。お家にある画材で OK です。さあ、それじゃあ今度はみんなをびっくりさせる準備だよ。オレンジとペールグリーンでお絵かきをして、さあ、この可愛いメガネで覗いたらどうなるかな。できました。前に切り絵をやったことがあって、その時にたくさん練習したので、今日は上手に切れました。みんなのかくれんぼメガネ、とっても可愛いのができたらインスタグラムにアップしたいので、ぜひ写真を送ってくださいね。この工作セットがみんなのお家に届くよ。企画は